ナタリア・ソコロワは、ロシアのアダルトモデル。モスクワ生まれ。学者の家系の出であり、祖父は、ソビエト連邦の有名な発明家であった。母は、巧妙な科学者で、両親のも博士号を持っていた。子供の頃には平和交流で、日本に派遣されたこともあり、後には、英語の勉強のために、イングランドに1ヶ月滞在し、その会あって、 モスクワ大学主催のコンテストに入場し、1993年にメリーランド州のスプリングブルック高校への交換留学生に選ばれた。その後、16歳でボルチモア近郊カレッジパークのメリーランド大学に入学した。17歳の時、ハロウィーンの日に深刻な交通事故に遭い、麻痺の恐れから6ヶ月間、車椅子生活を強いられた。 モスクワに戻って以降も治療を続け、その後復学して1998年にメリーランド大学から金融、国際ビジネスの学士号を得た。大学在学中、彼女はラスベガスで開催されたハワイアントロピックスインターナショナルスイムウェアの展示会に参加したが、これをきっかけにプレイボーイ氏からオファーを受け有名になる機会を得た。 1999年4月号のプレイメイト、ミス・エイプリルに選ばれ、その後、2001年まで数多くの号に登場した。ソコロワは映画やテレビにも挑戦しており、その身体的特徴を生かした役柄を演じている。2003年には、サブミ・ミラーのミラー・ハイライフのテレビ CM に出演した。この他、プレイボーイ氏関係のアダルト映像コンテンツがいろいろ、ある。 ありがとうございます。